私は加圧トレーニングを始めて15年になりますが、こんなものが発売されるとは思ってもいませんでした。こんにちは、未来クリニックの今井です。今日は画期的な加圧トレーニングのデバイス、加圧トレーニング2についてご紹介したいと思います。ここにも加圧サイクル2、このシステムがたくさん、並んでいますが、まさに日常生活を変えていくデバイスというふうに言っても過言ではありません。私は加圧トレーニングを始めて15年になりますが、こんなものが発売されるとは思ってもいませんでした。これまでの加圧トレーニングというと、このようなゴムバンドを使ったりしているところがあったんですけれども、未来クリニックでは空圧式の加圧トレーニングを使っているんですが、まあ、日常的にはですね、簡易的なこのようなゴムバンドを使っているんですが、世界を見渡してみるとですね、もうこのゴムバンドは使わなくなってきています。何を使っているのかっていうと、この空圧式なんですね。空圧式によって論文なども出てきています。アメリカの国防総省あるいは退役軍人病院などでも導入されているこの加圧サイクル2なんですが、何が画期的かというとですね、まさにこのコンパクトさなんですよね。どこでも持ち運ぶことができます。実際に私も飛行機の中でやったりとか、日常生活で取り入れるのにとっても楽になってきています。今のあなたのその動作が全てがトレーニングになっていきます。そしてサイクルという言葉なんですが、これは何というかというと、この小さなデバイスがこの空圧式のベルトを空気をどん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 入れていって圧をかけています。これを加圧と言います。そして30秒間一定の圧になると空気を抜きます。これを上圧と言います。これをこのデバイスでの方でやってくれるわけです。で、安心安全、設定した圧まで上げて、そして抜きます。ずっと圧がかかるということではなくって、その圧に設定に達したらそれが一旦なくなっていきます。これを繰り返していくのでサイクルと言います。だいたい1サイクルが5分ぐらいで、止まるようになっています。で、何もしなくても運動になります。何もしなくても運動したのと同じようになります。ここがかなりのすごいところです。ですから寝たきりの方とかですね、お年寄りの方でも十分に使うことができます。ちょっと難しい言葉になりますが、これをパッシブ加圧コントロトレーニングと言います。パッシブ、動かない受動的な加圧トレーニングというんですが、1日に2回3回やっていただくと非常に効果的です。もちろん動いた方がいいので、これをつけて動く、あるいはこれをつけてトレーナーの指導の下でやった方がずっと効果があります。ただし、この加圧サイクル2のすごいところは、例えば歯医者さんに行ってお口のメンテナンスをしていきます。で、その間何をするのかっていうと、当然ご自宅でもブラッシングしたりだとかフロスとかでお口のメンテナンスするわけですね。そしてプロのメンテナンスをしていく。加圧サイクルもご自宅で体のメンテナンスをご自分でしながら、そしてプロのメンテナンスも受けられるというふうに、まさに画期的と言えるデバイスだと思っています。腕用のベルトと足用のベルトがあります。で、これはそれぞれ大きさがありますので、ご自分に合う大きさっていうのを、一応探さないといけないんですけれども、装着も非常に簡単になっています。まず、例えば腕用でやるとですね、これは右用なんですが、加圧サイクルをつけて装着してこうやって止めるだけです。あとは加圧サイクルのボタンをポチッと押すだけです。このトレーニング機器を使って動かなくても、あるいは動いたらもっと加圧トレーニングが手軽に行うことをできるようになります。加圧トレーニングというとちょっと高いんじゃないのとか、芸能人がやってるからセレブなんていうふうに言われることあるんですけれども、決してそうではありません。身近なものが、身近な動作が全てがトレーニングになっていきます。そして危ないんじゃないのとか、あるいはお医者さんからトレーニング止められてるんだけど圧をかけるって怖いというふうにも感じる方いらっしゃるんですけれども、先ほど申し上げた通り、かけては上圧する、加圧しては上圧するというのを繰り返していくだけですから、非常に安心なものとなっています。ですからアメリカの食品医薬局 FDA でもプラス1の承認を取っています。この安心安全の加圧サイクル2、今
このコロナの騒動で動くことができない、外出することができないという方にこそ活用していただきたいというふうに思っています。未来クリニックではこのセミナーをウェブで配信しています。動画で学べるようになっていて、その動画を視聴していただければこのカーツサイクル2お届けすることができます。今の時代にこそ求められているこのカーツサイクル2、ぜひとも一緒にトレーニングして、家の中でもどこにいても筋肉を保って一生歩ける体作りを始めてみてはいかがでしょうか。未来クリニックの今井でした。